投資において絶対はないぞ。株式市場が盛り上がっていると勢いで自己資産を超える投資を行い、大災害などが起きて暴落することだってあり得る。やはり初心者におすすめなのは、自分の資金を考え少額から始めてみたり、リスクを分散するような投資を行ったり、地道にやっていくことじゃ。なるほどな。一夜にして大金持ちなんてことはありえないんだな。当たり前だ。そういえば、もし相場が暴落したら、シャチャ殿ならどうする？急だな。なるべくマイナスを避けたいから知った時に売るな。はい、それ初心者がやっちゃいけないやつ。嫌なやつ。じゃあどうしろと言うんだ。すまん、まあ、気持ちはよくわかる。実際暴落時に損失を最小限に抑える損切りというテクニックはある。しかし初心者が損失を最小限に抑えることはかなり困難じゃ。とは言っても暴落したら売りたくなるよな。そりゃそうだ。初心者は暴落の経験もしたことがないから不安になる。そして後先考えず売ってしまう。大切なのは、売った後値上がりしたらどう思う、自分には急いで今売る理由があるかというように自分で考え冷静になることだ。